総長遺跡は岩手県平泉町にある平安時代末期の遺跡。柳の御所、平泉遺跡群の一つとして国の史跡に指定されている。総長遺跡は毛辻に隣接するみ、自在要因跡の南側で何棟かの高屋が建っていたと記録される場所に位置する。鎌倉幕府が編纂した歴史書、あずま文治5年9月17日上には、 高屋元として、三、自在を因南大門南北路、お東西及び数十町、作り並び蔵町、また建て数十向屋という記述があり、高くて大きな建物が建つ倉町が存在したとされ、欧州合戦で平泉に侵入した源の頼朝は、高屋の中に収められていた、近銀財宝に驚いたとされる。毛付近は、南からの玄関口であったため、 欧州藤原氏は王子を整備して、自らの富と権威を示すために、何棟もの高屋を建てたとものと推測される。2010年に、国の史跡、柳の御所、平泉遺跡群に追加指定された。平成14年と17年の発掘調査において、12世紀代の大型建物跡が発見され、あずま鏡の記載が裏付けられた。柱穴は深さ。 直径ともに1.5メートルで、平泉最大級のもので、中からは八角形に成形された柱材が見つかった。また周辺からは、当時の高級品である、中国山東時期の破片が多数出土している。高谷富、自在応院の間には幅30メートルの道路があったことが確認されており、街路の幅や主要施設に隣接する立地などから、そこは、 平泉のメインストリートだったと推測されている。現在の毛辻が色がその部分に当たるが、現在の道幅は12メートルであるので、当時の広さがうかがえる。ありがとうございます。